からで。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。いただきま、ごちそうさま。ありがとうございました。何やってんだこんなとこで。あ、ナベさん。それとそちらは確か桜井だよ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。鼻の利く仲間がいるんです。でそいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと。沢先生の件で警察が RK を追わないのは何でです。それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか。こんなとこで話せることじゃねえ。おいこら。警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと。桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え、お前も来るだろ八神。そろそろ小便したい時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。くそ、何なんだよ。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてるんですか。遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに。その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。 RK の相馬はどうです。あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。ふん、なバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。なんですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもう訳がわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です。警察が組織ぐるみで何か隠してると。
まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。防犯映像消した？ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ？誰ならそんな真似ができる？お前も手引け、八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか？桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっとわかりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな！臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか！あんたそれでも刑事かよ！てめえ、誰に向かって口聞いてんだこの野郎！まだ話は終わってねえだろ、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ？うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ？そいつを知ってお前に何ができんだ、エボ探偵！手を引け、八神。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよ、バカ野郎が！この渡辺屋が！沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのに、
どうしようもないことだというなら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。なるほど、そうかも。でももしその黒幕に心当たりがあんなら事前に聞いておきたいんですけどね、鍋さん。警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるわけですか？沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名、北方優の資料だった。おかしいよな。事件直後現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その北方の情報は誰から？俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、 RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で公安としちゃそいつらの動向を把握するには RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんでいくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。公安は RK を潰したくないってこと？だから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか？もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたらまた新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろん大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。は？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよそれが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと？相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたいとなるとあとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あんたはだから桑名が事故に遭うって？ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。はい、渡辺。え？偉人町でか？ん？そうか、わかった。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。偉人町でさっき目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる？まだ裏は取れてねえかな。場所は？福徳町。
コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル、韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みたいなやつ。そこに桑名がいたって俺から聞いたって誰にも言わねえよな。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ、お前を狙ってんのは天下の公安だってな。時間食っちゃったよ。矢上氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。ああ、コミジュルだろ。
今向かってるとこだ。おお、さすがですな。というわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。矢上氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では矢上氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。わかった、よろしく。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。こちらつくもです。矢上氏、どうぞ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええこちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっかコミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついてますぞ。よし、行くか。さすがだな。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？ああ、あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、矢上氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けど、さすがに人目が気になるな。それについてはお任せを。いたぞ、こっちだ。
からどこに行けばいい？工事用のフェンスに囲まれた奥がコミジュルのようです。ドアが一箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。あれは下され。いたぞ、こっちだ。ほう、ナビを頼む。それと、クアナを見つけたらすぐに教えてくれ。あれ？おかしいな。もしもし。下方先生、どこですか？おい、どこだっつったんだ！でけえ声出すんじゃねえ。わざわざこっちの場所教えんな。黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。杉浦、つくも君が言わなかった。僕がフォローに行くよって。そうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあ RK が警察より先に桑名を見つけたってことか？うん、ちょっと違う。さっき RK の奴らを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな？いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部がRK とグルになってるらしい。なんで？クアナを事故に遭わせるために。警察の上の方の誰かがクアナに消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど、それ。とにかく警察や RK より先にクアナを見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんで桑名さんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。 RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろ。その人たちに聞けば桑名の居場所がわかるかも。 OK、 じゃあ
RK の連中には気づかれないように。ヤガミさん、 RK のやつら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃ、なるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。これ以上は登れなさそうだな。ヤガミさん、下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。ここからなら上に行けそうだね。よいしょっと。おお、やっぱ身軽だね。よっと。
お疲れ、ヤガミさん。おう、お前らコミジュルのもんだな。は？コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。案内しろや。ヤガミさん、あいつら RK っぽいね。捕まっても面倒だな。どうする、やっちゃう？なあ、ヤガミさん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。いい加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。準備はいい？いける？八神さん。ああ、行こう。おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ、ガセだったのかよ。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。 RK が桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。一人で二人ずつ楽勝だろ。まあね。よし、行こう。よう、ちょっと話聞きたいんだけど、いいかな。はあ、誰だてめえら。お前らがコミジュルか？ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした？あれ？ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ、カムロ町の探偵。探偵？いいから捕まえろ、北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせー、祭りだ。俺来いよ。Yeah!
もう終わりか？他にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか？知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か？阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ八神さん、ちょっと。仮面つけてる人多すぎないか、偉人町。僕もそう思い始めてた。桑名ならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人、コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね、今回は桑名から頼まれた。ん？ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して、敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携して桑名を捕まえようとしてた。じゃあ桑名は今の状況を近くで見てるのか？偉人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。俺？いや、ちょっと。ごめんね。桑名は偉人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄装にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してやる。桑名は俺らに会うと言ってんのか？ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。分かった、礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。八神さん、桑名さんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソーって兄弟分がいるんだ。は？とにかく行こう。また桑名の気が変わらないうちにな。行くの？いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってごちそうさま。ありがとうございます。まだいない飲めば飲む。まだ負けてねえぞ。おっと、よいしょ、調子に乗ろう。しばらく寝とけっての。何見てんだ。なんで何見てんだ。時間食っちゃったよ。行くの？八神の兄貴で鉄装さんからご案内するように言われてます。八神の兄貴だっていらしていただけますか。ああ、お邪魔するよ。でしたらこちらへ。
よう兄弟、歓迎するぜ。鉄装の兄貴って呼べばいいんだっけ？まあ座れよ。そっちのあんちゃんも。お邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ？桑名か、それとも北方先生？北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや八神、もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか、ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし？全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい？ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね、間宮さんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろ。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ、お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ。そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ。心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。ええ、それは。警察の公安、神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報によると沢先生殺害犯はあんただ。だから RK には触れてくれるなと言ってるらしい。公安？沢先生ん家周辺の防犯映像からは RK の姿が消されてた。それも公安の仕業だったかも。そうやってバックに公安がついてるならRK が強気なのも腑に落ちる。いや待った、じゃあそもそも公安が桑名を追う理由は何だ。検察のメンツを守るために公安が動いてるのかも。ああ、どういう意味だ。桑名は偽の痴漢をでっち上げて検察に有罪判決まで出させたんだ。それが三越場殺しのアリバイに利用されてる。でそのことが明るみに出たら検察のメンツは丸つぶれだろ。だから公安が桑名の口をこっそり塞ごうとしてると。公安が検察に恥かかせないためだけにそこまでやるか。ちょっと説得力がない気がするね。ああ、俺もだんだんそんな感じがしてきた。
答案は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる。何？クアナ、あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな。5年前の神室町でだ。河合は楠本玲子の息子満くんをいじめてた男で、あんたにとって裁くべき標的だった。ただ河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたら何だ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正してる真っ最中の。それが復讐殺人を事前に了承してたとなったら、どえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に捕まったりでもしたら、そのことが明るみに出るかもしれない。だから楠本玲子としては、そうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか。公安を使って。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから、下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけど、そうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。確かに5年前俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。そしてお前の言う通り、間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで？その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちの元に公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合信也を殺した時、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ、俺と一緒に。彼女はその日から滅多に取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり、時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように、江原明宏と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のこと。浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。なんてこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日、俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。楠本さんが河合を殺した時、一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、
例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵、そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考え、いや脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない、おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言いまかされて、逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか。大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方。黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。でいじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本玲子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。7人？マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越馬殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めれば、あとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい？警察に自首でもしろってか。出ないと彼女が何で死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。
彼女がやった復讐は完全に正当だし、許されなきゃならない。なんだと？彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに、裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。おい、そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない、罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。俺たちの邪魔すんじゃねえ。行くぜ。おい。何分経ったっけ？結構経つな。止める？いや、気の済むまでやらせとけ。これもそれなりのコミュニケーションじゃねえのか？やろう。なるほど。さすがにね。もう十分じゃねえのか。ああ、とりあえず終了です。何言ってんだ、止めんじゃねえ。いい加減にしなよ。覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。
いや、食えよ、二人とも。料理冷めちまうだろうが。これ作ってくれてんの、うちの上の人なんだよ。残したらまずいんだって。大丈夫、おいしいおいしい。うん、うまい。やっぱうまいな、マジうまい。楠本玲子は公安に狙われてる側の人間だったってことか。ああ、その公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はある。ただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだ。その情報を持ってきたのはお前だろ。刑事がそう言ってたって。警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない。 RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからな。ただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ。公安つったら日本最強の情報機関だぜ。そんなのに追われたんじゃ逃げ切れやしない。俺もそう思うね。そうだ、よし、やっと話がそこにたどり着いたか。あ、うん、今あんたら二人がいがみ合ってて得すんの誰だ。え、公安だよ。あんたらが足を引っ張り合ってるうちに奴らはいつの間にかすぐ近くまで忍び寄ってくる。で、気づいた時には見つかって奴らの手に落ちてジエンドだ。そいつは敵の思うツボだろ。だがもしあんたらが手を組んだらどうだ。お互いに見えないところをカバーし合って RK より、そして公安よりも先に動き、その奥にいる黒幕を暴くことができるかもしれねえ。なるほどね。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか。わかった、俺はいいぜ。組むのは今だけだ。公安の方が片付いたらあんたのやってきたことも見過ごす気はねえからな。オッケー、じゃ何から始める？もうこの勢いで公安に乗り込んじゃうとか。いや、まずは本当に敵が公安か見極めるところからだろう。ああ、腹をくくった行動はその後だ。向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らない。そこに何か奴らを出し抜く手があるかもな。いいコンビじゃねえか。本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ。盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ、まずそれを確かめてみるか。どうやって？彼女に直接電話してだ。今ここでか。ああ、そしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれん。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。そうだな。っておい、じゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくんのか。絶対ここでやんじゃねえぞ。いや、その手は使えるよ。は？おい兄弟、急に何言い出すんだ。俺、八神さん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの？カイトさん気悪くしない？うん。おい、なんだこれ、すげえうまいな。おだろ。うまいか。あ、そりゃいい。やっぱお前違いが分かる男だな、兄弟。クワナ、あんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ？5年前、河合を殺した晩が最後だ。お互いにそれから連絡しないようにしてる。番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ。俺にも教えてくれ、ちょっと考えがある。あ、相手が本当に公安なのか罠を張って確かめるんだ。あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るようならやっぱり相手は公安で決まりだよ。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。
もちろんあんたのいない場所で、なるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を覗き見できたらひとまず任務完了。どういうこと？俺は分かった。まあそのうち杉浦君にも分かる。まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホはすぐつくもに用意してもらう。じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし。やっぱ張さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる。乾杯。八神さん、つくもくんがもう電話用意してくれたって。足のつかない飛ばしのスマホ2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か。仕事が早い。よし、行こう。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。しばらく寝とけっての。よし、行こう。見てる。行くよ。いらっしゃいませ。
いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。しばらく寝とけっての。よし行こう。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。しろや。行くぞ。おお、お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？もちろん用意してありますとも。僕を誰だと思っているのです？僕、まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど、八神さんはこれでどうするつもりなの？ああ、まずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかける。もう1台は楠本玲子にかけるんだ。で、その2つをこうすれば、直接電話はつながってないけど、音声は中継されてるから話すことができる。ああ、なるほど。それで？もし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとして、このスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない。こっちは危険を冒さずに
送り込まれてくる奴らの顔を拝める。うん、なんとなくわかったかな。もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいます。ああ、どこか人気のないところでやるよ。公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどな。それでいてちゃんと相手の姿を確認できるところ。うん、それなら少し行ったところに建設中のビルがありますよ。もうこんな夜遅くに人はいませんから誰も巻き込んだりしません。場所は？清涼高校に行く手前です。川沿いにクレーンもあるのですぐにわかるかと。よし、二人はここにいてくれ。行くのは俺一人で十分だ。いいの？大丈夫？では僕はドローンを飛ばして微力ながら八神氏を支援いたしましょう。桑名さんを捕まえに来る連中が来たらその顔をバッチリ捉えます。頼んだ。来てたのか。よしよし。いらっしゃい、ヤガミちゃん。
たせてもらうよ。よし。森さん、何か聞きたいことはあるかな。今の八神さんはね、八神さん、また寄らせてもらうよ。
負けらんねえな。Yeah! Yeah! 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 Ye
Yeah!
Take a
いえ。 はあ、ところで
からだ。はい。ありがとうございました。
おい。なあ、ふん、まったく。八神 C、 ああ、
しまう。でも来な、準備を。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。Yeah!
気づく。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いい加減にしろよ。
エミリちゃんって昼間は何してるの？だいたい寝てるかな。仕事が夜遅くまでだから。昼夜逆転しちゃってる。うん、だから授業に遅れちゃうよ。授業？学校行ってるの？うん、専門学校、ファッション系のね。ってことは将来の夢はファッションデザイナー？うん、難しい夢だけどね。応援してるよ。それって、うん、ブルネットって言うんだ。日本だと茶髪？ありがとう。自分の髪の色好きなんだ。えっとねお父さんがイギリス出身なんだ。でお母さんが日系アメリカ人。仕事の都合で日本に越してきたんだって。へえ。越してきたの7歳の時なんだ。だからもう海外よりこっちに住んでる時間の方が長いよ。小学校までね、異人町にいて、中学の途中で東京に行ったので、高校卒業して異人町に戻ってきたんだ。なるほど。もう英語の方が苦手になっちゃったな。え？うん、こないだなんて外国から来た観光客に話しかけられてすごく焦っちゃったよ。思わず近くにいる外国人探しちゃった。見た目で判断されると困るよね。なあ。うん、一応制服があるから私服はダメみたい。あのセクシーな服じゃ通勤できないからお店で着替えてるんだ。まあな。酔っ払ったおじさんとかに絡まれちゃうかもね。そういえばさ。ああ、それはね、スカウト。今の店長からスカウトされたんだ。へえ。うん、道を歩いてたら声をかけられて、ナンパかと思って最初は逃げちゃった。うん、多いね。異人町はまだマシだけど、東京行った時はすごく多い。てかナンパとキャバクラの勧誘多くて区別つかないかも。まあな。困ったもんだね。で、店長にナンパじゃなくて声かけられた日も、いつものナンパだと思って話聞かずに逃げちゃったんだ。でもね、店長その翌日もそのまた翌日も声をかけてきて、だから聞いたんだ。そんなに私のことが好きなんですかって。
それでよく話を聞いたら面白そうな仕事だったから引き受けたんだ。この仕事は好きだよ。私おしゃべり好きだし、お客さんも私と喋って楽しんでくれたら嬉しいから。夜遅くなる仕事で大変だけど、でもお客さんが喜んでくれるから頑張れるんだ。すごいじゃん。誇り？そうだね。私はこの仕事に誇りを持ってるから。でもね、本当は私偉人町を離れたいんだ。それって、それはね、飽きちゃったんだ。え？私飽きっぽいから。子供の頃から住んでた町だし、なんかもう飽きちゃったかなって。すごいじゃん。褒められちゃった。接客業だし一応気を使わないとね。でも高雪の指も綺麗だよね。え？爪もちゃんと切ってるし偉い。そういえばさ、秘密。え？まだ高雪には教えない。おう、バーで変なお客さんに絡まれたりしない？するする、めっちゃするよ。例えば？私が日本語に詳しくないと思って卑猥な言葉を教えてくるの。そういう時はどうするの？店長はかまととぶれって言ってたけど、私は気持ち悪いって言っちゃった。エミリちゃんらしいね。怒られなかった？それがお客さん喜んでたんだよね。あー、なるほど、その手のタイプか。あ、行く？
おい、エミリちゃん、高雪。ごめんなさい。わかった。
しばらく寝とくって。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。ゲームスタートだ。さあ来い。
防ぐとするか。こっちだ。左だ。分かれ道か。行くぜ。今だ。左だ。右だ。ついてるな。こいつで目覚ますな。行くぞ。いい勝負だ。ビリッチの感じ。やるぜ。見てろよ。しくしょう。どうだ。ここだ。最高だ。
それって
加減にしろよ。なるほど。お願いします。なんだこれは。これは怪しいな。
なんだ。はい。なあ。いや。いえ。な？え？なるほど。
だが。はい。いえ。時間食っちゃったよ。
でも来な。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきま、みなぎ、ごちそうさま。ありがとうございました。これか、つくもが言ってた建設中のビル。こちらつくもです、矢神氏。そちらの姿を確認しました。ああ、俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける。了解です。桑名だ。準備いいか。これから楠本玲子に電話をかける。繋がったらあとはお好きに。あの人と話すのは5年ぶりだ。ああ、歓迎はされないだろうな。分かってる、やってくれ。はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え、驚かせて申し訳ありません。でもどうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか、わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとはたまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。あの、満君はまだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか。もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか。あのクラスで
一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は？私に何か頼み事でもあるんですか？そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。全て私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか？そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。で、その相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか？いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では見ろよ、ドローンだ。スマホぶら下げてんぞ。撃てよ、撃ちまえ。いいのか？大丈夫だ、いいから早く。おい、全然当たんねえじゃねえか。ダメだ、小さすぎるって。あ、くそ。俺らあのドローンを追わされてたのか。クアナってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ。足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ、引き上げだ。6人のチンピラに銃は1丁か。なんだてめえは。お前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。うわ、何すんだ構えろ。誰の指示でここに来た？せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。クアナを知ってるみてえだな。これなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。まだいるのか。Yeah!
誰の命令でここに来た？それは RK の上から。相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。そいつは桑名を見つけたらどうしろって？捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうに。はいくらもらえるかも聞いてねえのに。結局また何も知らねえ末端か。お前らさ、自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら驚く。は？公安って？周りのお仲間にも言っときな。 RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。はい。失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。あの、こんな時間に何です？だいたいどうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ、私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております、坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。え？5年前に神室町から姿を消したんですがね。ご存知のはずですよ。満君の元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。